アパカバール2個。私はオフィスに戻ったけれど、心はまだそちらに置いてきてしまったようです。インドネシア、こちらでは単純なビジネスだけでなく、職場環境や移動手段など、あまりにも感動的でした。斬新で画期的な新しいビジネスの取り組み方、覆された自らの成功という定義、新しいものを追い求め、素晴らしい世界に生きる。幸せこそが成功の鍵。ワンダフルインドネシア。